ルザの船影捉えました。合流ポイントまで400。先に現れたアンノーンの方は現在 UMN 内を移動中です。移動経路上のコラムから特殊な波動が発せられており、惑星の消失もこの波動によるものと推測されます。特殊な波動やて？はい、グノーシスが人と接触した際に発する個体振動パターンに酷似した強磁性連鎖現象だとでも言うの？消失現象は拡大の一途をたどっています。このままでは72時間以内に連邦の約半数が消失してしまいます。なんてこと。移動中の対象は何か分かったんか？いえ、ただこの波形は1年前に旧ミルチアに出現した巨大グノーシスのものと一致します。あの巨大グノーシス？アベルの箱舟っちゅうやつか。ミズラヒの Y 資料の記述によればアベルの箱舟はサラトゥストラを求めるとあるわ。ちゅうことは行き先は一つやな。惑星ミクタン。